大原真治は、茨城県日立市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学校4年時に日立南リトルリーグへ入団した後に、日立市立泉川丘中学校で軟式野球部に所属。秋秀で日立高校への進学を機に、当主へ本格的に転校すると、1年時の夏からエースの座を確保した。ただし、在学中には、 春夏ともに、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。常磐大学への進学後は、一年春からベンチ入りを果たした。在学中には、赤光新学生野球のリーグ戦で、通算11勝14敗を記録。通算の奪三振率は8.40で、最終シーズンであった4年次の周期リーグ戦では、 防御率0.64という高成績を残した。大学卒業後の2008年に TDK 入社。投げ込みを徹底することによって徐々に頭角を表す。2年目の2009年の日本選手権二次予選ではチームの本大会出場へ貢献するとともに通算実績点0で最優秀選手賞を受賞。本大会では 大和高田クラブとの初戦に先発したが、6回途中、4失点という内容で本領を発揮できなかった。2010年には、投手陣の柱として、都市大抗や日本選手権の東北大会に登板。チームが本大会への出場を逃した、都市大抗には、77銀行の補強選手として、出場した。この年の NPB ドラフト会議で、 横浜ベースターズから五巡目で指名。契約金四千万円、年俸一千万円という条件で契約した。背番号は四十一。2011年には、4月30日に一軍に昇格。5月11日の対読売ジャイアンツ戦で一、軍公式戦初勝利を挙げた。以降の公式戦にも主に左の、ワンポイントリリーフとして起用された結果。 10月21日にセントラルリーグの新人投手による1軍公式戦へのシーズン最多登板記録を更新。シーズン最終戦であった10月22日の対巨人戦で登板数が71試合へ達したことによって1リーグ時代の1942年に林康夫が記録した日本プロ野球公式戦での新人投手による シーズン最多登板記録に並んだ。このような活躍を背景に、新人王の候補にも上がったが、実際の選考の際には一票も入らなかった。これは、チームの低迷も影響したと思われる。2012年には、菊池和正の移籍加入や、先発要員だった、加賀茂の中継ぎ転校などの煽りを受けて、一軍公式戦への登板数が33試合に、 とどまった。防御率こそ、前年から、大幅に改善したものの、全体としての成績は、前年度を大きく下回った。2013年には、菊池、加賀の不審や藤江糸氏の戦線離脱を背景に、一軍公式戦58試合に登板。藤江に代わって、セットアッパーの役割も担ったことから、自己最多の17ホールドを記録した。 2014年には、8月1日の対、阪神タイガース戦、延長10回裏に一軍公式戦シーズン39試合目の、当番を果たしたが、1市1.3塁から福留康介にサヨナラアンダーを浴びたことによって、敗戦投手になった。大原は2011年7月16日の、同カードで黒星を喫して以来、一軍公式戦への当番169試合で、 無敗を続けていたが、この敗戦によって、連続無敗試合数が、NPB 歴代3位大記録で終わった。9月には、左肩痛で戦線を離脱。手術を受けずに保存療法で回復を待つ道を選んだが、一軍公式戦への登板数は44試合、防御率は4点台にとどまった。2015年には、 およそ2年間交際していた6歳年下の一般女性と1月23日に結婚。一軍公式戦ではワンポイントリリーフを中心に21試合へ登板したが2年連続で防御率が4点台外に達するなど制裁を欠いた。2016年には一軍公式戦16試合に登板。 ビハインドや大量リードの局面におけるワンポイントリリーフが中心だったにもかかわらず防御率は前年より悪化した2017年にはイースタンリーグ公式戦26試合に登板0勝1敗1セーブ防御率3.70の成績を残したがプロ入り後初めて一軍公式戦への登板機会はなかったレギュラーシーズン終盤の9月下旬に 戦力外通告を受けたことを機に、現役引退を決意。10月1日付で、正式に引退を発表した。引退に際しては、現役生活一番の思い出として、プロ1年目に、新人記録となる71試合に登板したことを、挙げている。DNA の球団職員に転身。野球振興部員として、野球教室などの運営に携わっている。 東急フォームスリークォーターから実速140キロメートル前後のストレートと横滑りするスライダーが武器の左腕投手でスライダーやカーブスクリューといった変化球を内外角に投げ分けていた。体重が65キログラム前後と細身で球速もあまり速い方ではなかった。DNA での現役時代には力で抑え込むタイプではない。 相手に嫌がられる投球をしていきたいと語っている。また、変則右腕の中継投手として、横浜で活躍した後に、大原の入団1年目から、投手コーチへ転身した、木塚厚からかけられた、本当にしんどい時こそ、一球一球信念を持て、という言葉が励みになったという。自身が現役を引退した際には、 左肩を痛めた2015年を境に投球時の感覚やボールの軌道が発症前と違っていたことを引退の理由に挙げている。ありがとうございます。